しい。やっぱゴゴティー美味しいですよね。ということで今日はこのゴゴティーがなんと美白に関係しているかもというお話をしていきたいと思うんですけれども、先生本当ゴゴティー飲んだら美白になるのって、実はそんな簡単なことではないんです。皆さんね、覚えてますか？以前もちょっとやったと思うんですけれども、このねゴゴティー作っているのってキリンさんですよね。そこと化粧品会社ファンケルさんが実は今共同研究をしています。以前ご紹介したファンケルのマイルドクレンジングウォッシュっていう角栓とかも除去しますよみたいなクレンジングがあると思うんですが、それにはキリンのビールからできる熟成ホップエキスっていうのが入っていて、それが角栓の元になるタンパク質を分解してくれるっていうことで、マイルドクレンジングウォッシュにもキリンさんから提供されている熟成ホップエキスっていうのが入っているんですけれども、今回はファンケルの今期の、ね、美白スキンケアにですね、実はこのキリンのゴゴティーが関係しているっていう話なんですよ。これねまたすごいことで、どういうことかっていうと、今回ねファンケルさん美容液とシートマスクをリニューアルして発売しています。それがこちら、ファンケルブライトニングエッセンスとブライトニングマスクになってます。エッセンスはこんな感じ、テクスチャーはですねちょっとトロッと乳液状の美容液になっています。これもねすごい浸透が結構伸びてスーッと入っていくようなテクスチャーになっています。シートマスクはこんな感じ、なんか一個一個個包装になっているので、もともとファンケルさんって防腐剤とかを入れてないので、こういう風に個包装になっているブライトニングのシートマスクになってます。今回ファンケルさんはどういうところに着目したかっていうと、私たち人間ってメラノサイトでメラニン作るじゃないですか。でも作りなさいっていう指令だけじゃなくて、メラニン作るのそろそろやめないみたいな指令も実はちゃんとあるんですね。なのでもちろんメラニンを作らせないっていうところにもフォーカスを当ててるんですが、どうやったらメラニンを過剰に作るのをやめさせるような指令を出すかっていうところに着目して、実はメラノサイトの中に豊富にある長寿遺伝子の一つでサーチュイン遺伝子3っていうものがあるんですね。これはさっき言ったみたいにメラノサイトの中にたくさんあって、メラニンが過剰にできた時にもうそろそろ過剰に作るのやめましょうっていう指令を送るっていう風に言われている遺伝子になります。要はこのサーチュイン3の活性がちゃんとあれば、過剰にできたメラニンを抑えてくれるということができるんですね。根本からメラニンをなくすっていうと白斑みたいな感じ怖くなっちゃうんですが、過剰になったものは抑える、なのでそういった心配もないし、生体内の働きなので、じゃあこのサーチュイン3を活性化させるものをないかっていうのを調べたところ、テアフラビンというポリフェノールに行き着いたんです。テアフラビンというのはポリフェノールの一種なんですけれども、普通の紅茶では抽出できなくて、このキリンのゴゴティーの抽出した時にできるポリフェノールの一つなんです。これはねちゃんと論文にもなっていて、第40回日本美容皮膚科学会の独自技術っていう発表でちゃんと発表されて、このサーチュイン3を活性化することによってメラニンの産生を抑えるっていうようなことがちゃんと出ているんですよ。すごくないですか？私すごいねびっくりして、発表を見た時にゴゴティー飲んでもできるんだと思ったら、残念ながらゴゴティーを抽出した後テアフラビンっていうのは取り除くみたいです。美味しくないらしくて、このポリフェノールは。だからこそ取り除いたものをお化粧品としてね今回美容液とかに入れていて、なので残念ながらゴゴティー飲んだだけでは美白になるっていうわけじゃないんですけど、そこから抽出されたものが今回ファンケルのブライトニングのエッセンスとブライトニングのシートマスクに入っているよっていうことなんですね。なので抑えるだけじゃなくて、産生をされたのを私たち体の中の働きで抑えてあげるっていうものを活性化するって、今までにない面白い試みだなと思って、なんとなくファンケルさんらしい視点かなと思います。今回はこのキリンと共同研究したテアフラビンのエッセンスだけじゃなくてですね、他にも面白い知見があって、シミができているところって皮膚のターンオーバーがねちゃんと正常に上に行かずに横に行くっていうのをファンケルさんも注目していて、横に行くのって何かっていうと、縦方向に分裂を行かせる誘導タンパクっていうのでニューマっていうのがあるんですが、このニューマがシミ部分で少なくなってるから上に行きなさいっていう指令が出なくなって横に行っちゃうよっていうところを見つけて、このニューマを増やせば
ちゃんと縦方向に行ってターンオーバーがね促進される、ちゃんと流されるっていうところを見つけてきて、そこにニューマンの誘導を促す成分がグアニン誘導体っていうものを見つけてきて、今回それも入れています。なので自然と自分でターンオーバーも促しながらサージュイン3でしっかりとねシミを自分の体の働きとして抑制する。このグアニン誘導体が多くなると縦方向に分裂を支持するニューマが増えることが分かっていて、このグアニン誘導体っていうのがアルテミアエキスといって、結構塩分の濃度が高い湖に生息する一種から取れるエキスらしいです。これにグアニン誘導体が入っているので分裂がね縦に行ってくださいっていうニューマが増えるっていうことが分かってるんですね。このアルテミアエキスっていうのはもう一つ面白いところがあって、木ぐすみの改善にもなるっていうことが分かっているので、ちゃんとねターンオーバーを促しながら大人になるとね木ぐすみくすみが気になるっていうところも改善してくれる可能性があるなと思います。あとはこちらブライトニングで美白有効成分も入っていて、その美白有効成分何かっていうとビタミン C の誘導体になります。これがビタミン C グルコシドともう一つ肌荒れ防止成分グリチルリチン酸が入っています。ビタミン C で抗酸化炎症を抑えていきながら美白の効果を出しながら、グリチルリチン酸でも炎症を抑えていく。このビタミン C がちゃんとね肌に取り込めるようにグレープフルーツエキスっていうのも入れてるんですね。実はこのグレープフルーツエキスっていうのは細胞内にビタミン C を取り込むっていうことをプラスに働かせている成分なので、そういったちゃんと浸透させるっていうところもアプローチしているのかなと思います。なので今回は秘伝のタレが2つですね。ターンオーバーを促進するように縦方向に支持するニューマを増やすアルテミナエキス、そしてキリンと共同開発をしたテアフラビンエキス、そしてビタミン C 誘導体とグリチルリチン酸っていう、結構ね成分てんこ盛りのものかなと思います。なので木ぐすみが気になるとか、シミも気になるけれどもくすみも気になるっていうような方には結構おすすめかな。そしてなんといってもゴゴティーが好きな人、まあ関係ないかでもうちね夫がねゴゴティーすごい大好きでいつも飲んでるので、夫にですね、あとこれゴゴティーが入ってるわよなんていうちょっとしたね小ネタにもなるので、そういう意味ではちょっとね気になる方はぜひぜひチェックしていただけるといいかなと思います。いかがでしたか？今日の内容面白かったよっていう方はぜひぜひコメント欄にコメント書いていただいたり、グッドボタン押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。